皆さんこんにちは、杉村萌実です。今日こちらの動画ではですね、2月の誕生石としてよく知られている、アメシストのねジュエリーをオンラインショップに掲載されているものを、順番にご紹介していきたいなと思っているので、ぜひ最後までご覧になってみてください。では早速、1本目からご紹介をしていきたいなと思います。こちら1本目ですね。このヘキサゴンカットのタイプ、これが一番最近作った最新作なんですけれども、こちらの魅力は何といってもですね、あの濃い紫色アメシストの部分がここ1箇所だけにあるっていう、こういった変わったルースを使っています。アメシストのジュエリーって基本的にやはり市場にあるものっていうのは単色で均一で色を楽しむっていう感じだと思うんですけれども、萌実杉村ではそういったアメシストは使っていないので、こんな感じでですね、ムラがあるとかインクルージョンがあるとか、そういったものを中心にお仕立てをしています。でこれはですね、あのここが濃いだけじゃなくて、それがこう全体的にカットのね、あの内部反射によって他のところにも紫を映し出すんですよね。なのでつけていると結構クリアな部分が多いので、すごく濃い紫のアメシストのジュエリー苦手だなっていう方でも使いやすいですし、だけれどもあのはっきりバイカラーで分かれているというよりはですね、あの他の部分に薄い紫がこう動かすことで見えるっていうようなね、その身につけていても非常にあの楽しませてくれるリングなんじゃないかなと思います。でこのヘキサゴンのカットはですね、もう1点ご用意がありまして、こちらはもうちょっと全体的に紫かなっていうタイプなんですけれども、こっちもですね、実は全体的にはあのムラがあります。でちょうどセンターの部分にですね、あの濃い色だまりがあって、それがセンターからこう周りに放射していくような感じで色が入ってるんですよ。でそこにインクルージョンとしてケイサイとも放射状に入っているので、こうなんかお花っぽい感じですよね。なんか花をセンターに、取って、このフローリストという葉っぱの腕で押さえてるっていうような、感じなので、こちらもね透過光で見た方がインクルージョンはよく見えるので、ぜひあのオンラインショップで写真など比較して、いろいろと見て楽しんでいただければなと思います。はい、こちらがまずね最新作のヘキサゴン2点ですね。続いて、2点目にご紹介したいのがこちらの甲州奇跡キリコの、アメシストのリングですね。まあ、キリコなので非常にラインは直線的なんですけれども、あのこのねアウトラインも六角形が正六角形ではなく、色も優しい紫なので、とってもあの上品なリングに仕上がっているんじゃないかなと思います。でこのタイプのアメシストですね、俗にトラピッチアメシストというふうに呼ばれるんですけども、わかりますかね、ここのあの色が紫の部分と透明の部分っていうのがですね、あのはっきり分かれているんですよ。でこれ説明するのにもう一点ぜひね分かりやすいリングを紹介したいと思うんですが、もともとこんな感じの、石でして、要はですね、中心から水晶が成長していく際にですね、タイミングがずれることによって鉄が入った時に紫色のアメシストになり、でそうでないタイミングで、まあ、透明の、ね、ロッククリスタルが成長したおかげで、こんな感じでセクター模様のようにですね、はっきりと、こうゾーンとして分かれています。でこれが、まあ、あの結晶の状態で、これを横にこうスライスするとこういう模様が出てくるんですけれども、ここに対してですね、まあ、あの切り子を入れたっていうのがこっちの切り子のリングです。なので、まあ、厳密にはね6畳の模様ではないので、トラピッチェというふうに言うわけではないんですけれども、トラピッチェ模様に似てるっていうことから、トラピッチェアメシストなんていうふうにも呼ばれています。でこの切り子は裏から見ていただくと分かりやすいんですけれども、この透明の部分に放射状に切り子を入れて、紫色のアメシストの部分はそのまま残すという手法で作ってまして、でうちで扱っている甲州奇跡切り子に関しては、すべてうち、から、石を提供させてもらって、柄、の、彫り方とかねをこう指定して作ってもらっているので、そういう意味では本当にあの唯一無二、ここでしか買えない甲州奇跡切り子になっているんじゃないかなというふうに思います。でそんな感じで石からすごくこだわって、作った、リングなので、こちらもぜひね、オンラインショップでじっくり見ていただけたら嬉しいなと思います。続いて、3点目ですね、ご紹介していきたいのがこちらです。
これはですね、いわゆるレピドクロサイトと呼ばれるね、赤いリン鉄鋼と呼ばれるインクルージョンが入ってるんですけれども、この子の最大の魅力はですね、わかりますか？こうやって動かすとですね、ピンクに見える部分が出てくるんですよ。で、これは実際に石がピンクなわけではないんですけれども、こう全体的にクリアな中に部分的に紫色のアメシスト、そして赤いインクルージョンが入るので、それがね、こう反射することでこの辺とかわかりますか？ピンク色に見えますよね。これが鮮やかにこうピンクっていう色を映し出してくれているという面白い、タイプです。なのでこういったタイプの石は本当にこう動かしながら、手元でね楽しんでいただけるといいのかなというふうに、思います。でこのレピドクロサイトが入ってるタイプはですね、他にもこういったねちょっと縦長のタイプとかありますので、このくらいだとねもう本当にクリアな部分が多いので、あまりこう濃い紫でこうガツッとアメシストっぽいジュエリーって苦手な方もこのくらいだと優しい色合いでね使いやすいかなというふうに思います。なんでこういうアメシスト見たことないな、つけたことないなっていう方はですね、このレピドクロサイトが入ってるタイプっていうのも一つ、おすすめしたいなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。続いてご紹介したいのがですね、王道のオーバルカットですね。まあ、やっぱりオーバルは普段使いしやすい、コーディネートしやすいというのはすごいあると思うんですけれど、ただ、石に関してはねやっぱり単色ではなくこんな感じで、色にムラがあり、そしてゲーサイトと呼ばれるね針状の芯状のインクルージョンが入っています。カットもすごく綺麗なので、このカットと色とインクルージョンの魅力がこう掛け合わさることによってですね、とても表情豊かなリングになってるかな、それでいて使いやすいリングになってるかなと思います。でオーバルはもう一本あるんですけれども、こちらですね、こちらが、ロマネサイト、というインクルージョンが入っています。でこれはですね、他のものに比べてかなり個性が強いんですけれども、黒いインクルージョンが入ることによってですね、紫色のその色味全体がちょっとブルー寄りというか、さっきねピンクに見えてたのありますけれども、逆で黒のインクルージョンが入るとクールな感じの紫に見えるというのが私は魅力の一つかなと思っていてですね、こんな変わり種もあるのでぜひ見てみていただきたいなと思います。それからですね、シンプルでこう腕のデザインがねシンプルで非常に使いやすいタイプとしては、こんなマーキス型もありまして、でもこれもね先ほどの最初のヘキサゴンと同じように半分に色だまりがあるような感じなんですよね。でそれが全体的に反射して濃い部分薄い部分っていうのを作るので、こんな感じのつけやすいものがご希望の方は、小ぶりなものっていうのもありますし、それからですね、同じく腕のデザインがシンプルなタイプとしてはこのねライトカラーのアメシスト、こちらも個人的にはすごい気に入ってまして、というのは藤色っぽいねすごく綺麗な色合いなんですけれども、この中のインクルージョンがね、何のインクルージョンかちょっと特定できなかったんですけれども、白いチューブ状のインクルージョンが入っているんですよ。でアメシストって基本やはり先ほどのようなゲーサイトとかね、こう赤黒いインクルージョンが多い中で、これは白のインクルージョンが入っているので、そういう意味でもすごく柔らかい印象ですし、こちらもサイズや形状的にはすごく使いやすいんじゃないかなというふうに思うので、こんな感じでちょっと優しい雰囲気のアメシストっていうのがご希望の方はこちらも、おすすめかなというふうに思います。あとはですね、シルバーもちょっとだけありますので、こちらは割と王道に紫かなと思いますけど、わかりますかね、こう横向きに赤いラインが入ってますよね。これもゴールドでセットするのとは違って、かっこいい印象になりますので、こんな感じのものもあるよということでね、シルバーがご希望の方はこんなのも見ていただければなというふうに思います。はい、で最後にご紹介するのがですね、こちらの、ギザギザリングですね。これはですね、今までご紹介してきたようなインクルージョンのものとは違って、もう本当に、均一なアメシストを使ってるんですけれども、ここをねわざわざギザギザにカットしているんですよ。そのギザギザのカットが活かせるように上下で挟むというような、手法でセットしているリングなんですけれども、こちらに関してはですね、アメシスト以外にもプラシオライト、それからローズクォーツと、
今3色展開していますので、ぜひ春っぽい色なのでね、そちらも合わせて、見ていただければなと思います。なかなかこういうカットの石ってないですよね。なのでこれはまあインクルージョンの魅力というのとは違いますけれども、まあ、カットとデザインの魅力として、面白いかなというふうに思って作っています。はい、こんなのもありますので、その他にもですね、ピアスですね、ネックレス等も、掲載されていますので、ぜひ合わせていろいろと、見ていただけたらなというふうに思います。2月誕生日という方、ギフトで考えられている方もね、ごくごく一般的なアメシストだとちょっとつまんないかなという方は、こういった個性的なアメシストっていうのをいろいろ吟味していただけると嬉しいなと思っています。はい、そんなわけでね、今日は2月の誕生石アメシストのジュエリーを、ご紹介してみました。すべてね、オンラインショップには掲載をされていますので、概要欄のリンクから、飛んで見てみていただければなと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。